ゲームを進めるとトレーニングモードの内容がここでは新しい武器を作り出すことができます。魔力の結晶を使い武器を生み出すのです。オプション画面では様々な項目を細かく武器を変更できます。装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能、フレイヤは3つまで装備できます。フレイとフレイヤを装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能、フレイヤは3つまで装備できます。フレイ、フレイヤの切り替えと操作方法のコツを、戦いを始めます。戦場を選んでください。滅ぼす。おい見ろ、すげえでかいのがいるぞ。こんなでっかいやつは生まれて初めてだぜ。一回りでかいのが来やがった。でかいやつはタウンだぞ、気をつけろよ。したがよ、この獲物はでかいぞ。迷いはすぐに繋がるぞ。一気に飛び込め。おいよ、足元に潜り込め。これ様好調。喜ぶのはまだ早いぞ。まだいるってよ。別の方角から来てる。妹の作るスープは最高だ。いつ食べられるんだ。俺たちの戦い、マレキューレに見せつけてやるぞ。怪物を探そうぜ。巨人が本当にいるなんて信じらんねえよ。兵士が無事に帰っちゃいますように。敵だ敵だ。死んじまう怪物だ。矢を違えろ。すぐに指の距離になるぞ。ハリウッドの矢を受けてみな。前に攻めを狙いつけてんだ。矢が当たってもピンとも仕上がらねえ。そろそろ矢が届くんじゃねえ。倒れた時に頭を取りでやれ。よくやった。残った獲物をやるぞ。かっこいい。また来やがった。また来やがった。でかいやつだ。俺が倒れた。でかい巨人が来たぞ。ギュールその人でもない限りこの距離は無理だ。
見ているぞ。ここからならやらせる。でかいやつは力持ち。やられるな。セーブする場所を選んでください。セーブします。戦支度をするで装備とキャラクターの変更。戦場にここでは新しい武器を作り出すことができます。魔力の結晶を使い武器を生み出すのです。ゲームを進めるとトレーニング武器を変更できます。装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能。フレイヤは3つまで装備できます。武器を変更できます。装備する武器を選んでください。フレイは2つまで装備可能。フレイヤは3つまで装備できます。フレイとフレイヤを切り替え装備を変更することができます。操作方法のコツを。戦いを始めます。戦場を選んでください。ついに巨人族が動いたか。軍勢を派遣してミズガルドから巨人族を駆逐しましょう。ならぬ。ですがこのままだと人間たちに大きな被害が出ます。人間は神々にとって唯一の味方。救わねばなりませんぞ。許さぬ。軍勢がダメなら俺様一人で行こう。このミョルニルハンマーがあれば巨人族など。私も行こう。おお、雷神と武神が動かれるか。トール殿とテュール殿はアスガルド一の戦士。巨人と互角に戦えるのは
お二人以外にはおらぬでしょう。巨人どもを粉砕してくれる。我らにお任せを。許さぬ。なぜです？これは予兆に過ぎぬのだ。時は来たれり。まさかラグナロク。巨人族との最終戦争が迫っていると。そうだ。なんということ。ついに始まるのですね。急ぎアスガルドの守りを固めるのだ。私は行きます。何？人間を見捨てるなど。若きフレイよ、アスガルドが陥落すれば世界は終わる。神々の力を結集し決戦に備えねばならぬ。分かっております。一度の勝利で巨人族を侮るでない。我々は1万年もの間軍勢を集め戦いに備えてきた。だがそれでも巨人族に勝てる保証はないのだ。私も兄様と共に行きます。愚かな。お許しください。勝手にするがよい。傷もすぐに治っちまう。奴
な不死身なんだ。不死身の怪物を倒せば名が轟くというものだ。化け物でやっしゃー。デレッシャー。助けて。いやー、この化け物が死んだ。待ってくれ。待ってくれ。化け物。はい、当たった。やったぜ。遅かったじゃないか。また生きてるよ。奴らはまた来るだろうな。今度攻められたらとても持ちこたえられねえ。村人を南に逃がそう。巨人族は北からやってくる。南の砦に避難して守りを固めるんだ。そいつは明暗だ。すぐに出発の準備をしなきゃな。俺たちは残る。な、どうして。近くの村に警告に行く。もはや森の民同士で争っている時じゃない。全員を南に逃がさねば。そりゃそうだけども、俺たちが行くんか。セーブする場所を選んでください。セーブします。